はい、レオンチャンネルです。ガシャポンライトウォッチ03は図らずしもコンプセットを買うことになっちゃいましたので、先にブレイブとローグを紹介しましたので、残りの4種類のメッキ系確認しましょう。今回は、エグゼイドのノーマルと、エグゼイドのメッキ、これでも、エグゼイドが好きな僕としてはメッキアイテム欲しかったので、エグゼイドのね。なので、もう、これもあってコンプセットを買う決意をした。で、さらに、リューキーのノーマル版とリューキーのメッキ版、ブレイブとローグを合わせた全6種類が今回のラインナップで、先にまずノーマルを開けようかな。エグゼイドもリューキーもどちらもデラックス版が先に発売しておりますが、ガシャポン版はね、全面パーツのアプローチが違いますので、うまいこと差別化されてて、ああやっぱいいな。これはこれでガシャポン触眼系のライドウォッチっていいんだよね。ライダー顔がはっきり見えるから。で、ベースの成型色とかもやっぱ変わんないな。で、メッキ版は前面のここのピンクカラーがメッキになってるってことで、実際見るとどうかな。派手めっちゃ光ってるし、エグゼイド感でもちょっと薄れますね。ピッカピカ。こっちのピンクがあまりにもエグゼイドを表してるから、レベル2を。確かにそれのメッキ版なんだけど、豪華な感じはありつつ、ピンクっぽさちょっと薄れるというか、もうちょっといい感じのカラーのメッキライドウォッチかなと思ったけど、意外と派手だな。まあでもエグゼイドのメッキアイテム手に入れただけ良かったかな。あとは前面のパーツが標準のシールからメタリックシールに変わってます。この辺もいつも通りですね。じゃあ逆に、リューキライドウォッチのメッキ版がめちゃくちゃ良かったりしないかな。はい、これが、リューキライドウォッチの、まずは、ノーマル。これも、デラックス版発売されておりますが、より顔がね、くっきりはっきりしてて、鉄仮面っぽさ出てますし、やっぱ成型色も、あ、でも、シルバーカラーちょっと、チープじゃないけど、ここ、デラックス版ほどの光沢感はないかな。もうちょっと、さっぱりめのシルバーカラー。これが、メッキ版だと、どうなるかっていうと、まあ元々がメタリックの成型色が全面パーツですから、メッキ版、ああいいかも。これありだね。メッキ版のリューキライドウォッチめっちゃかっこいい。またノーマル版の感じともだいぶ違いますね。あ、これはいい。メタリックシールもこのメッキとすごく相性がいい感じだね。さっきのエグゼイドライドウォッチのメッキ版と比べるとこんな感じ。これはやっぱりノーマルカラーの方が僕は好きだけど、リューキに関してはメッキ版の方が好きかな。シルバー部分に高級感があっていい感じ。じゃあこのまま音も鳴らしちゃいましょうか。一応デラックス版との色比較はこうなっております。ほとんど本体変わらなくって、ぐるっと見回すとこうで、正面上側下側で回転しませんし、ボタンも押せませんね。単体音声。デラックス版とね、同じですね。クリティカル。でもやっぱりアーマータイムの音声が意外とレベル2っぽさないんだよね。これが単体の全サウンドで、メッキでも全く同じサウンドが鳴ります。特に音質の変化とかはありませんね。じゃあ次はリューキライドウォッチを確認しましょう。全体ぐるりと見回すとこうで、回りませんし押せませんが、成型色自体は赤が若干デラックスより暗めとはいえほぼほぼ再現されてて、前面パーツのメタリックというか粒子がガシャポンの方が少なめでちょっと輝き抑えめかな。ただ今回はね、メッキ版がありますから、メッキ版この鉄っぽさやっぱいいですよ。じゃあこのままメッキ版で音鳴らしちゃおうか。リュウキ。鏡の世界でライダーバトル、赤いドラゴンライダーはリュウキです。アーマータイム。あとです。リュウキ。
はい、アーマータイムのサウンドよく聞くとオープニングの一部サウンドが入ってるんですよね。ここかっこいい。ファイナルになる。です、ファイナル。てか3音目もう一回聞くと。アーマータイム。これいいね。てか連動する前にこれも開けよう。これ自力で01追加で3回やってジオーのメッキ版ゲットしました。01はカプセルが透明だから外側から見たらメッキがあるかどうかすぐわかるから割と簡単に入手することができましたね。もうちょっと白っぽいメッキからだと思ったらもう完全なシルバーメッキだ。これで何気に現状あるメッキ系は全部コンプしておりますので今回は全部メッキで連動音声鳴らそう。ジオメッキ&龍騎メッキゴージャス。いいねこのテカリ感。変身。変身完了しましたが普段のデラックス版のイメージと全然違うからこれはガシャポンの両方メッキいいね。さらに必殺技ファイナルタイムブレイクでゲイツのメッキバージョンもありますからゲイツメッキ龍騎メッキそしてアーマータイム。あ、でもメッキ同士の見た目はさっきの方が好きかな。じゃあ次はジオメッキからのエグゼードメッキ。これも普段のね色と全然違うもんね。これがこうですからね。アーマータイム。そして必殺技ディスプレイが消えてから回転。クリティカルタイムブレイク。てかジオーのメッキバージョンめっちゃいいな。さらにゲイツメッキからのエグゼドメッキ派手だな。あ、でも見た目やっぱりこっちにジオーが入ってた方が好きだな。クリティカルタイムバーストでいつもと同じ音声。そして今回新たにメッキ版のジオライドウォッチが手に入ったことでフィニッシュタイム。はい、フィニッシュタイムもこんな派手な見た目で発動させることができます。まあでも相変わらずね押すたびに音が変わるような感じなんですよね。でもこの見た目すごいやっぱいいな。あとは今回ノーマル版が出たことでデラックスより顔がくっきりはっきりしてるライダー顔のまま変身ベルトに連動させることもできますね。変な風に音鳴っちゃったけど、まあ、こんな感じだったり、このまま回転も
いけるわけですし、リューキライドウォッチでも同じようにこういうねフラットな顔の部分の見た目で遊ぶことができますね。やっぱガシャポン食玩版、この顔がわかりやすいのがすっごくいいっすよね。はい、ということでガシャポンライドウォッチ03のレアワークのエグゼードのメッキバージョンとリュウキのメッキバージョンを紹介しました。いつも通り普通に回すつもりだったんですけど、予想以上にガシャマシーンが売り切れてて、コンプセットを買うことになっちゃいましたが、欲しかったエグゼードのメッキバージョン以上に実際手に取ったらリュウキのメッキバージョンがすっごい良くって、これ満足度めっちゃ高かったですね。そしてジオウのメッキバージョンは自力入手ができましたので、メッキ同士のライダータイムの見た目は結構見応えありましたね。今のところ04以降も普通に回すつもりではいますが、また争奪戦で入手が難しい場合はこういう形でコンプセットでなんとかゲットして動画を出していきたいと思います。以上、仮面ライダージョーガシャポンライドウォッチ03の紹介でした。